こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。先日未開封のブライスとか結構紹介させていただいたんですけど、あのその中で途中で一回プチブライス出てきましたよね。フィールドスカイ、はい、この子出てきましたよ ね、 あね、これお祭りで買ってね、うん、あのちょっと安かったんよ、ね、あとあのアニバーサリーの子とかは出てきたんですけど、あとあの何あのあれやな、あのバードソングデュエットかな。そうです、そうです、あれね、うん、でもその他にもプチブライスの箱あるんですよねっていう話になって、お店に来られたことならわかるんやけど、はい、あの端の方に置いてんの、いろいろ。そう、それと一緒に置いてるのが昔の宝時代の衣装セットですね。あります、これはネオブライス用なんですけど、はい、そういうのがわーっとあるの、あれも紹介したらどうですかっていう話が来まして、なるほど、今回それを、そうですね、プチブライスと服セットを重点的にやらせていただこうと思います。というわけで今回はプチブライスと服セット重点で紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。フィールドスカイは一旦のけまして、ほいほい、前回やったからね、はい、同じぐらいのサイズの箱からいきましょうか。おお、いきなりこれはあれかな、いや、ええと思うよ、うん、ねリトルレトロママなんですけど、言いにくいねあのリトルレトロママね、はい、はい、さっきミセスレトロママのちっちゃい版なんですけど、はい、これエラー品です。そうやね、これね、あまりこうアップでは見せれないんやけど、はい、右手と左手が、うん、どっちも右腕なんですね。これねこれちょっとホラーやからね。そうなんですよね、遠目に見る分にはわからないんですけど、うん、でうちであのお店に入った中では一番可愛い子やったんですけど、メイクの具合も良かったん ね、 ね、ですごいなんかこう熱心に見てくれるお客さんが、この子が一番可愛いわって買って帰ったんですけど、うん、なんかおかしないって次の日持ってこられまして、そうそう、でえって言うたら、なんか両方同じ手がついとんのよって、ジョジョやんって話になって、うん、で私たちが引き取ったというものになります。これもまあエラー品やから、はい、本当にこれはもうね、うん、あの本当に帰ったら、うん、あのポイされる分やから、これはもう引き取らなあかんわ言うんで、うん、そうですね、もう本当交換はしてくれたでしょうけどね、これはもう私たちのところでということで、やっぱりこの頃の箱はやっぱ可愛いね。そうですね、このレトロデザインとこのいっぱい窓がついてる感じとか ね、 いいですよね。この頃はやっぱり対象年齢が7歳、もう、はい、もう宝富になっているので7歳です。これまた後になってきたらね、どんどん年が変わっていくのが面白いよ。そうですね、だからプチブライスは一体何歳だったのかっていうのも面白いしね。あ、そうですね、まあ、ちょっとのけていきましょうか、はい、じゃあお次はこれ懐かしいね。懐かしいですね、ちょっとボックスが独特ですね。スパンキーパンキーです。はい、こちらはイーレボリューション時代かな。そうやね、これどことコラボなんか、デビルロボッツ、デビルロビッツ、どっちなの。デビルロボッツです。ロボッツの方やね、うん、ここになんか豆腐くんがいますよね。あ、これようね流行ったね。ここもなんかティップ2の分がもう抜けてるな、色が。そうですよ、そう。でこの子は開けるのが怖いんですよ。これね、あの色移りがあるよ、帽子に。あの帽子の色がもう髪の毛に最初から映ってたっていう話をいっぱい聞いてて、 そうそうそう、でそれも心配なんですけど、うん、まあ、このパッケージも可愛いのでそのまま置いてたっていう子です ね、 そうね、やっぱりこのパッケージがね、はい、プチブライスで楽しみでもあったんよ。そうです、ね、毎回毎回なんかね、こう上から見たらこんな感じで ね可愛いんよこれ。そう、もうなんかテープとか口でもうどっか行ってしもとったりはするんですけどそれはあるね、うん、なんかプチブライスの箱ってネオブライスのやない、うん、なんかねプレゼントボックスみんななってたりとか、うん、すごい仕掛けがあって面白かったんよ。そう、これね、箱のまま並んでるだけでも結構ハッピー。まあネオもそうなんですけど、うん、なんかこのプチのなんか毎回なんか形が違う仕掛け感というか、そう、そういうのって面白かったですよね、うん、じゃあ次行ってみましょうか。はい、次だいぶ古い子いきますね。ほい、ルージュノワール。あ、宝時代。しかもあのこれって目閉じないんですよ。あー、キーホルダーが終わった次からのやつやね。そうそう、キーチェーンが取れただけの状態の結構初期の子ですね、はい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 、なるほど。箱もやっぱりなんか雪感が出てるよな。そうですね、なんでなんやろね。そう、出た時期とかでもなんかあるんかね、うん、ただこの頃って、はい、宝時代12歳以上なんですよね。これはねちょっと面白いの、プチはちょっと低いんよ。そう、1歳か低いんですよね。1歳低いんよ。その違いって何って思うんですけど、宝時代の基準はこれだったっていう。だから多分あの13歳のは、うん、ネオの服セットの時まずは分かるから。そうですね、うん、これなんかやっぱりなんか意外に余ってたんよ当時。そうですね、うん、これねなんかこうロゴのところも白押ししてたりしてからすごい凝ってるんですけど、ね、この頃ってやっぱりプチブライスの服ってやっぱり2枚あったりとか、うん、やっぱりええよな。いいですよね、うん、そうやね、寝かして閉じる分やから、うん、あの目がやっぱり寝たばっかりになるけどそれはちょっとごめんね、うん、そうですね。じゃ次行きましょうか。はい、同じく目開いてる子行きましょうか。あ、はいはい、ゴールさんですね。はい、オールゴールドインワンですね、うん、ただこの箱見たらハリウッドやんって思えないですか。そうだよね、これだから買った時からこうやったんかな。そうです、思ってしまう。ちゃんとここにオールゴールドインワンって書いてるんですよ。ほんま、うん、書いてるん、うん、そっか、これやっぱりなってもなんかもう前の人の毛が入ってるもんね。これ人形の毛かな、多分なんか絨毯の毛みたいなのが入ってますよね。もしくはなんかこの
テープの端が汚れたかやね。そういう感じですよね。ね、だからこの頃ってなんか箱の色がなんか案外噛み合ってなかったりとかそういうのがあるんやなっていう。なんかね面白いんだけど。そう、だから横にして置いてる時に私ハリウッド持ってたっけってなったりするんですよ。こんな感じで。あ、そう、吊るすこともできるんですよね。吊るすことができるように。うんうん。そう。だいたいまあうちの方は閉まってるかなこの通り。うん、そう、このなんか収納できるというかそういうところも面白いですよね。だからその各店舗によって、うん、その何を展示方法が変わってたからそれぞれ違いますからね。釣ってる分やったらなこの売れ残りあるやん、はい、ここがもう破れてしまうと思うよピリピリに。そう、なんかこうトイザラスとかだったら子供がわーって引っ張ったりするから。そうそうそう、結局それで傷んでたりするんですよね。これもなんか大事にずっと持ってるな。はい、いやーなんか懐かしいな、やっぱり可愛いなね。え、このなんかパッと目見開いてる感じね。プチな、やっぱりなんかプチいう感じがするもんね。そしたら次は目閉じてる方でいきます、ね、これ中身ちょっとなんかずれてる感じするのは1回開けてるのか前の方が開けたのか。でもね値札剥がした跡とかもあるからお店で買ってきたの間違いないんですけど、スリーブ取ってないのよ。そう、だからアズテックアライバルインスパイアードなんですけど、これ買った経緯は私すっかり忘れてるんですね。これも俺だからどっかのお店に行ってたまたまあったから、うん、だからビレバンとかにも昔売ってたんよ。そう、で、あとなんかホビーショップとかでもあの店頭で展示したやつをもう一回箱に戻して売ってる時ってあったりして。 あったあった。これはでもあれやね、あのやっぱり時代がわかる、ニューアイとニューボディになったもんね。そうだから、あの目が閉じるようになったばかりの頃っていうことですよね。ボディもあの針金が入ってるやつね。はい、ね、最初のうちは全然曲がらなかったですから ね。いやでもこれやっぱ箱これだってこれ、トムソンで抜いたりとかで、そうすごいよな、凝ってますよ。やっぱりなんかええね、これもな上本当は出るけど、まあ、怖くて出さないけどなんかやっぱりプチええね、箱ええよなプチの、ね、これがいっぱい並んでるの楽しいんですよね。そうそうそう、これだからなお店にいっぱい余ってたっていう感覚はあるんやけど、なんかなばらけてあったんよ。なんか当時ってあのプチブライスを1回入荷させようと思ったらすごい数で入れてた時期じゃないですか。だからなんかチェーン店とかやったらそこで分けたら済むけど、もう1店舗でやってるとかやったらもう山盛り担いでたから、それを思ったら長いことあるのも納得やったんですよね。だから本当にワンカートン取らないかんやけど、うん、めっちゃ量なんな、まあ、いくつかは言わんけど、うん、うちらが始めた頃はいや1個でもいいですよって、じゃあ5個でとか10個でとか言ったけど、うん、なかなかねもう1回やるとなったら本当すごいカートンになるかもしれんしね。そうですね。で次行きましょうか。はい、これはねネオとプチとでかデザインがだいぶ違う子です。あーこれかわいいね。セイブジアニマルズ、はい、名前は同じなんだけど髪色が全然違うっていうパターンですよね。うん、髪色これええね。ね、当時ネオとプチが出てくるアニメーションというか動画があったりしましてね。あーコマ撮りのやつ ね、このプチの子がめっちゃ活躍するんですよ。仕事すんのよ、ほとんどなんか命令されて、こいつが檻の鍵も全部やるし動物逃がすもこいつやし、そうすっごいできる子なん。これはでもなんかネオの箱とほぼ似てるよな。そう、このトラック調のねデザインいいですよね。上のとこ蝶で抜いてるんですよね。はいはいはい、この頃はもう6歳になっとるね。そうですね、6歳ですね。うん、7歳じゃなくて6歳。あ、だから1個下でいってるから毎回毎回。いやいや、でもさっき7歳ありましたよね、これかな。そうそう、ちょっと並べてみましょうか。レトロママの時は7歳。はい、宝富時代ちょっと箱テカるけどごめんね。 E レボリューション時代6歳だった。だからこの辺がやっぱり足並み揃えていこうぜおいっていう頃になってきたんやな。そうですね、ちょっと E レボリューション時代の次足してみますね、もう一つ、はい、ちょっと今度これ抜けますね2つも。はい、というわけで E レボリューション時代の私大好きな子なんですけど、イッツイビッツイバグですね。あ、これテントムシさん可愛いよね、うん、これもまあねちょっとねあの色移り心配なとこもあんのよ。あ、そうですね、帽子のずれ具合によってはなんか黒い線が入っちゃってる方とかもおられましたよね。それをちょっと確認する回ではないんでそれはまあちょっと飛ばしますけど、はい、これはね、はい、あの個体差が容器あったよ。それ何かって言ったら髪の毛の長さがみんな全然バラバラ、はい、そう、私たちが最初なんかこう通販で買って開けたやつは、すごい髪長くて、鼻の穴に入るぐらい長いよ。そう、だからなんかみんなにヒゲちゃんって呼ばれてたんですよね。でもやっぱこれはなんか今までのプチブライスと違ってて箱の質感もデザインも全く違う。そう、だからあの不透明のインクでクラフト紙に印刷してるんですよね。これ可愛いよな。そう、これはあとで値段がそう雑貨屋さんで買い売れ残ってるの買ったんですよ。うん、これは何歳ですかね。この時は6歳なんですね、はい、E レボリューション時代。やっぱりね、こうなんか上がったり下がったりするけど、やっぱりまあなんか宝富になってから、はい、やっぱりもう7歳でっていうのが統一になったんですね。やっぱりええね。
この時の箱は、はい、これ可愛い、うん、この子ね靴もなんか赤くてぽっくりしてるやつ可愛いんですよね、はいはいはい、背中にテントウムシの背負うとんな、ねえ、ねえやっぱりなんか もう一個欲しいけど、ねね、買うよんがやっぱりお金高いからこれもう今今となっては高いですからね、まだイーレボリューション時代から腰砕けますしね、それはやっぱりあるからね、はい、まあ直すけどな、うんうんうん、でまあ次行きましょうか、はい、お次ははい、イーレボリューション時代続きます。これも大好きな猫ちゃん、あ、ミャオミンです。可愛いわこれね、着ぐるみの手触りがすごくいい。これね、あのふわふわなんよ、本当に。そう、なんかこれね、ちょっとずっと触ってられるねとか言ってやってるから、白いから汚れるからやめてとかいうようなやり取りをすごいやった記憶があります。これもね、髪色の退色はちょっとあるんやけど、そうですね、もうすでに黄変が見えますね。これやっぱりいいのは、着ぐるみ状態にしてもいけるし、この上の服、うん、着ぐるみ用の服があるっていうのはすごい良かった、はい、そうですね。でまたこれ頭だけ残して下の服はなんか普通の服にするとか、うん、そういうこともできたし、ね、この別体になってるっていうのは融通が効きますよね。いや毎回毎回このやっぱ箱ええよ。そう、うん、上はこれか、裏は屋根になってて、よいしょ、はい、こんな感じですけどですね、これもやっぱり6歳ということで、あでもまあ何もう年齢どうでもいいんやけど、うん、あの可愛いなやっぱり、うんうん、もう一回作るとなったら相当難しいやる ね金額的なこともあるし、やっぱり数がね、やっぱりそのすごい数作らなダメやん、ロットがやっぱりなかなか大変思うし、で前の金型ももうないと思うよ、破棄しとるし、でボディの金型、目の金型、あとまあ仕組み その全部の金型、うん、あと重りの重りがあるやん目の裏に、 あれもまだ ね買ってこないかんし、いろいろあるんやろな、服とかも大変やし、ね、まあ次行きましょうか、はい、イーレボリューション時代続きます。これは限定ですね、巡回展限定です、ラベンダーラブ、イベント限定に行って、うちら確かねこれと同時にイノシシを買ったんよ。そうですね、そういう時期でした、うん、エトブライスが出てたんなあの頃は。そう、巡回展に行ったら色違いのアリスがあるっていうのがあの頃はいいなって思ってたんですよね。たまたまね香川県に来た時に紫やったから、そうあの、ね、紫好きのお友達と一緒にそう行ったんですよね。でその時なんかわよかったら買うてきてっていうお友達の分も買ったりとかして帰って、 それでかわみんな帰ってよかったねとか言いながら、何をうちらやっぱりそのなんていうの、うん、いっぱい来とんか思ったら案外そうでもないっていう。そうですね、巡回展って案外人がわわしないんだなっていうのを思ったりは。田舎やからね。あ、それはあると思います、うん、地域によってはすごい行列になったりするんかなとか思ったりして。だけどなんか初め買いに行った時も一、はい、人一個やねってか言うて聞いて、あ、そうやでって言うけど、うん、ちょっと時間経ったら、あの時間経ったけどもう一個ええでってか、ダメやろこいつとか言うな。私たちね、なんか一人一つやからなんか二人で一個ずつ持ってかわーって並んどったんですけど、そう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 、なんかさ友達の分もなんかうっかりそれで帰ることになったりして、なんかうんっては思ったんですけど、まあ、それ後日 またね俺が行ってから買ったんで、うんまあ、交互に店番しながら行ったから、うん、そんなのもしたりしましたね、思い出の子です。これもやっぱ箱がねよくできてる、はい、そう、ね、トランプこれ全部押さえてるしね、はい、うん、上は上も普通だん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 もう粉になってくるもんな。そうですね、なんかこのシリーズ多分色違いでなってたんかな。結構いろんな子が出てたと思う。チェリーアッシュとかすごい人気でしたよね。そう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 、チェリーアッシュはもう一つ前の巡回展やったんかな、うん、だけどなんかこれに関してはバージョンが結構あんのよ、はい、だから販売品やけど、うん、全国販売してないのよ、うん、だから巡回来てなかったら本当に大変やったと思うし、うん、だからすごい県外から遠くから来た人おったよ、うんうんうん、いましたね。で、まあ、次行きましょうか。はい、宝時代に戻ります。豆千代さんのコラボですね、スプリングショコラです。うん、着物の子何体か出てるんですけど、この子は結構店頭で普通に並んでる印象があった子ですね。そうだね、意外に売れ残ってるっていう言葉が合うのかどうかわからんけど、大体、うん、どの店に行ってもあったな。そう、だからなんかコラボやね、こんな気軽に買えちゃっていいんですかみたいな感じで買って、なんなんやろね、ちょっと高かったとかそんなのあったんかね。いや、分からんね、そんなむちゃむちゃではなかった。もともとプチぐらいがそんなにこうなんか、はい、もうなんか荒れてるっていう印象が俺はないのよ。なかったですね、うん、箱もなんかこう和柄っていう感じでね、うんうん、なんかお菓子が入ってるみたいな感じのデザインね。そうですね、ちょっと和菓子調な感じいいですよね、可愛い桜餅っぽい感じの色というか、はいはい、これネオも出てくれたら楽しかったやろになと思いますよね。こちらも12歳になってますね。あ、そうですね、宝時代やから12歳ですね、うん、いやこれね、ネオもこのままで、あでもどうなんやろな、ネオになったらまた雰囲気変わるからね。多分なんかネオになったらそれ用の着物がまた別にデザインされてたでしょうね。だからその何、お母さん、うん、子供ぐらいの感じでやってくれたら、うん、確かに、うん、ちょっと大人っぽい系の着物ですよね、うん、まあ、これも渋い感じでね、はい、あの何この裾のあたりとか袖のあたりとかいろいろあって、はい、あとなんかその何ヘアピンがついとった、ヘアピンとか、まあ、あれか、ね、パッチンがついとったりとか、パッチングでついてますね、うん、やっぱりいろいろええね。あとこのバッグがついとったりね、はい、うんうん、いやこれやっぱりなんか面白いな。面白いですよ、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、宝時代の中でも結構人気あった子ですね、東京トドラ。はいはい、昔はでもこの手の服は、はい、あのオークションでよく出てたんよ。
はい、これを作るばっかりの人いっぱいおったんよ。そうですね、なんかネオサイズを作っている人が多かったかな。多かった。でプチブレスは東京トドラもなこの子自体がまあまあ人気あったから、うん、これを店頭で見ることってなかなかなかったんですけど、なんかこれ俺どこで買ったか覚えてないのよ。そう、私もなんです。ただここに値札があったから、探した跡があるから店頭で必ずあったものでは間違いないんですけど、うん、それを買ったのを誰かから譲り受けたのかどうかもちょっと定かではなく、だから当時ってプチブライスってなんかこう、うん、何よ、ネオブライスを落札したら、うん、こちらもあげますとか、うん、あとなんかプチブライス3体セットとかでオークションによく出てたことが あとはなんか服セット、なんかデフォの服がいっぱいあって、うん、その中にプチの服も混じってますとかもうバンバンあったんよ。そうですね、今ではなかなかない光景というか。そうやね、でも昔はね、なんかプチ言うたら本当にもう、うん、なんか集めてたけどもういらなくなったやったら本当大量に出品されることがよくあったんよ、うん、いやーなんか箱もええよね、箱とこの中が面白いね、うん、ねえ、いやなんかポロンちゃんがセットにあるというか。あーそうですね、うん、いいね、かわいいかわいい。いやこれもやっぱりなんかもう一回出てほしいよな、うん、なんかこう何ネオブライスにこうプチのデザイン焼き直してんのかね。ああ、それが合うやつはいいんですけど、プチならではっていうのも結構ありますからね、まあ、でもこれなんか出たらかわいいやん、ちょっと今風にブラッシュアップして。ああ確かに、うん、ちょっといろいろね、なんかそういう風な復活の仕方もありかなと思う時あるから、うん、あちょっと思っちゃいますね、うん、じゃあ次に、はい、ちょっと変わり種いきましょうか。はい、インテンシブケアっていう子なんですけど、これもなんかこううちの中ではすごい残ってて、そう、あの動物の看護婦さん設定だったんですけど、はいはい、この絵本が横についてるっていうね、うん、あとねこの子ちょっとね、うん、あのちょっとみんなが避ける部分もあったんよ、うん、そう、あのこのナース帽が頭から生えてるんですね。まあ、生えてるとかこれタグガンでつけられてんのよそう、だからこれ外したらもう最後っていう感じのところがあって、でそれでいや外したらそこハゲてんのよ、うん、そう、いろいろとねそれが理由で着せ替えとかが向かない子というか、だからヘアアレンジもやりにくいし、うんうん、いろいろあってなんか面白いんやけどね。これもう完全にトイザラスで買ってきました状態ですよ。あ、多分うちらも割引で買ってるよ、相当安かったと思う、最後の方やから。最後の方はねもう割引で、なんかもう何、プチは1000円からいくらって決まって、うん、もう最後ほんと500円で買った分とかあったもん、うん、500円で買ったの出しましょうか。あ、まあまあこの次ぐらいでいいけど、はいはい、でもこれは本当になんかね、うん、カスタムする人もなんかそう、何も髪の毛がとにかくできないから、そう、なんか髪の毛植え直す人は構わんかったんですけど、まあそれを思ったらちょっと不遇やった子かもしれないです ね、なんかどこに行っても残ってる印象があったから、これが、うんうん、絵本の中にね男の子っぽいブライスが出てくるの面白かったんですよね。あ、それもありましたね、うん、次ちょっと売れ残っとった分のやる、500円で買ったやつやね。はい、500円といえば彼女です、バーディーブルー。毎回毎回やな、うん、バーディーブルーに関してはいつもなんか安売りの目にあっとるというか。そうですね、ネオも最終的に3000円クリアランスを見ましたし、そこから少し後にこちらも500円クリアランスでしたね。500円で買ったね、うん、なんでこれをカゴの中に掘り込んでんのみたいになりながら私たちもレスキューして、ブライスのコーナーに行ったらプチがもうなかったんよ、うん、俺と思って、うん、でプチがないと思って、もしかしたらクリアランスの中に掘り投げられてるって言ったら、うん、あ、箱の中にパンパンに詰められてるっていう、なんかかわいそうってなって、 その時結構吸収しました。これはだからあれなんな、あのネオブライスと同じ箱なんね。そうですね、デザインも同じですね。そうそう、いやなんか ね毎回毎回安売りって言ったらバーディーが、うん、でこれでも何、その年によって違うやん、違います、始めた時期によって。そう、だからなんか他のがクリアランスにかかってた時期を知ってる方もおられるし。そうやね、やっぱりドンキに行ってコージーケープやらなんやらが、うん、安売りしてたの見た人もおるしね。そうですね、いやなんか時代を感じてしまうなそちらこれ500円で買ったんやっていう、うん、あまりのインパクトで覚えてますよ。そうやな、まあ、語り草にはなってるかな。うん、まあ、じゃあ次行きましょうか。はい、そろそろこの辺の子、はい、はい、シャーロットシャンピニオンです。あ、これはまたね、もうかなりもうプチブライスの最後の方っていうわけじゃないけど、はい、いやこれはまたイーレボリューション時代なんですよ。いやけどもう何よ、だん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 こうプチが宝富になるちょっと前です。そうそう、だん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 そんなにプチが売れなくなってきた、うちの店でも、うん、あー、でこの子はもうこのデザイン見てから気がつく方は気がつくんですけど、はい、あのプレコーシャスキャンディーズマッシュルームの、うん、プチのなんかお友達版というか。そうですね、頭キノコです、思いっきり、はい、この頃なんか頭にでっかい被り物が多かったんね。ですね、これねちゃんと扉が開くんですよ、こうね、パカッと。そうそう、かわいいんですよ。これお店で売ってる時はここね、あのスリーブで留めてるんよ。そう、だからそれをなんかお客さんが勝手に外して開くようになってるパターンとかいろいろあるんですけど、結構だからこれ箱自体も面白いね。ねえ、結構なんか全面デザイン違うんよ、うん、そう、こんな感じで後ろはこんな感じか、ポットの分があったりとかいろいろあったりとか。
だからプレコーシャスキャンディーズマッシュルームはこの水色のところが赤っていう感じで、そうやね、うん、いやーやっぱりなんかこれええよな、ね、あでもこれデザインはツインになっとるけどあれやね、はい、なんかいろいろやってくれたの開けたとこもあるしで、うん、あなんかこの子はまた着せ替えたらなんかすごい普通に可愛いんですよね。これ確かフォトコンテストでも ね結構使ってる方おられましたね。おられましたね。もうこのままでか、うん、使ってる方もおられた。ちょっとだからこれ値段が高かったね当時。そうですね、なんかな、うん、すごい4000円ぐらいしたんかな。結構したやな。うちで売る時も、うん、これなんで高いんですかって、いやでかいからっていうしかなかったもうその辺はしょうがないですよね、うん、一応限定の子ですしね。そうそうそう。じゃあ次行きましょうか。はい、ちょっと最近の子いきますね。最近って言ってももうあれですけど、ね、ベビーバターカップです、うん、これもなんか開けれないんね、ちょっともったいなくてね。そう、そうですね。これはもうチェリーメリーマフィンのサキさんがデザインされた子ですね。そのまんまや ね、 ね、なんかよくなんかヘアアレンジされてるあの髪型も再現されてて、はいはいはい、あとはもうなんかこの服のなんか色合いとか見てかいなんかあーサキさんやって思う感じとかありますよ ね、 やっぱこうなんかアイコン化しとるというとこもあるしね、うんうんうん、箱はまあ左右同じ でもトムソンで縫い取ったりね。そう、あ上がもうこのハンドルになってしまうとんね。そう、このハンドルもね、はい、まず箱のデザインからっていうところになってるから、うん、かわいいよね。この色使いがたまらんですね。まあ、でもこれ好きな人は好きだろうねほんま、ね、もうこの頃はもう7歳になってる分やね。はい、もう宝富になってからですからね。だからこの辺も買ったけど開けてなかったんよ、うん。そう、これはねもったいなくて開けれないというか、そうこの頃になってきたら、うん、そのプチブライスが、うん、あの入荷数がちょっとね、うん、そんなにいっぱい入れれないというか。そうですね、やっぱりなんか1個単価が上がって気軽にバンバンっていうわけにいかなくなってくるというか、お客さんの方もちょっと買い控えが、うん、出だしたから、だから誰でもっちゅうわけにはいかんないけど、これは可愛いってなんか結構探しに来られた方、うん、お店では結構入れたけど、うん、やっぱりまあパーッとなくなって、うんでまあ、うちら自分で個人で買っとったやつはずっとこれで大事に置いとる感じやね、うん、そういう感じですね。余ってたらねそれは開けてからずっともう一個持っとくんやけど、あそんなことはなかったんで、うんうんうん、だからプチブライスが最後の方で売れ残っとる時にやっぱり探しに来る人が多かったかな、うん、おられましたね、うんまあ、今でも探してる人おると思うんで、うん、やっぱりねでも高い時は高いからね。高い、うん、でまあ次行きましょうか。はい、ちょっとまた遡りますね。スケートデートなんですけど、こちらスケートデートリターンズです。あはい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 、あのティップトゥーになってから